で、来たのか？彼女になりたいって手紙とか電話とか。来なかった。だろうな。いやまだまだこれからだ。きっと郵便局が休みとか電話が故障とか複雑な事情があるに違いない。栄吉、はっきり言おう。あんなアホな姿晒しといて彼女なんかできるわけねえだろうが。アホだとはなんだ。アホだとは。アホだろうが。なんだあの変な恐竜は。あら、またやってる。高校生の時から喧嘩っ早い悪い癖は治らずじまい。全然進歩ないんだから。なぎさ。みさちゃん久しぶり。あでか。人の彼女に手を出すな。ケチ。お待たせ。見たわよ見たわよ、テレビとか新聞とか。栄吉くんも結構教師っぽくなってきたじゃない。いややっぱ俺の天職っちゅうが。気のせい気のせい。あとは可愛い彼女でも見つければバラ色の人生ね。そうなのよ。それだけが今の悩みなわけよ。ねえねえ、渚ちゃんの大学とかにいない？いい子。渚ちゃんみたいに可愛くて優しくて胸の大きな子。いねえかな、そんないい子。やだもん、栄吉くんったら。いやいや、ほんと男の妄想。いや、理想そのものだよ、渚ちゃんは。その胸とい、胸とい、胸とい。でもね、苦労あるのよ。大きいと肩凝るし、それに年取ったら垂れちゃうっていうし。なんだ、俺胸が垂れなくなるツボ知ってるんだ。ついてやろうか。え？これは100万年前から中国に伝わる霊剣新たかなやつでね、これを疲れた女は90歳になってもロケットおっぱいなんだって。ビーチクビーチクチクチクツンツン、足りないツボはどこかな。うわっ、待っている、待っている。ダメだから。彼女か、そろそろマジで作んねえとな。どっかに落ちてねえかな。髪はこんな感じのロングで痩せてんだけど胸はあって、スリットのスカートとかバシッと決めててよ。お？ラッキー。そういや、外国の泉とか後ろ向きにコインを投げると願いが叶うとかあるんだよな。ご縁がありますようにと。なんてじじくせえかな。可愛い彼女が見つかりますように。まあ、こんなんで見つかりゃ苦労はねえか。お？お？髪はロングで痩せてるけど胸はあって、スリットスカートとかバシッと決めてて、これは有名か。それとも五円玉のご利益が早くもあったのか。先生。鬼塚先生でしょ、テレビに出てた。私テレビのワイドショーを見て先生のファンになっちゃったの。ワイドショー万歳。あ、君。お、あの、俺のバイク。さあ、行きましょう。行くってどこへ。決まってるじゃない。というと、やっぱり。まだ名前聞いてなかったよね。え、何？名前。神崎うるみ。うるみちゃんか。変わった名前だね。で、うるみちゃんは、一体いくつなのかな。19。よっしゃー、ギリギリセーフ。あそこ右曲がって止めて。おお、よし。やったー、誰もいないね。あ、ここは、こんなところでやろってのが大胆すぎるぜ、ベイビー先生。お、いや、あいた、ちょっと忘れないぜ、神崎うるみ、俺の初めての人。じゃあこれ、乾くまで貸してね。はぁ、もう
までも濡れた格好でいると風邪ひいちゃうからね。じゃあ行くとこって？もちろん服乾かせるとこ。どこだと思ってたの？いや、そのま、話がうますぎると思った。あれ、これなんだろう。ちょうどいいや。はい、これ着て。裸じゃ寒いでしょ。いや、別に。いや、やめろよ、そんな趣味はね。いいから似合う。そうか。次はこれね。うわー、こんなのやこんなのまである。はい、これを手に持って。あ、ズボンの色も入って。これもつけて。これで、はい、ズボン。これは、こんなもんかしらね。なかなかいいんじゃない、変態っぽくって。まさかこの子、こんな可愛い顔してアブノーマルな趣味が。どうする、鬼塚永吉22歳、このまま禁断の領域に足を踏み込んでいいのか。いや、こんなチャンスは二度とねえかもしれねえ。ここは思い切って。協力してね。まだ60年も70年も残ってる私のゾッとするくらい長い人生の時間つぶし。はあ、誰か、誰か。どうしました？あの男が私に。あいつが貴様逮捕だ。なんだこりゃ。うわー、待ちなさい。そうだな、そうだな、やめろ、変態が。おい、かなりピクピク来てねえか今日の鬼塚。そりゃそうだろ。だけど捕まっちまうとはらしくねえよな。それも痴漢容疑でよ。恥ずかしくないわね。でも被害者消えちまったんだろ。そうでなきゃ釈放されねえって。本人は濡れ衣だって言い張ってるけど、パンツ一枚でいろいろ危ない道具持ってたんだろ。それってやっぱり黒ってことかよ。鬼塚ならな。やめろ、その音は。やつらにすんなよ。やめろって。健全な肉体には健全な精神が宿る。ほら気合い入れろ、あと3周。もっとももを上げて。おはようございます。あ、おはようだ。今何時だと。だいたい女の方から寄ってきたんだぞ、俺のファンだって。そんなバカな話誰が信じるかって。本当だって。それなのにあの女、人を痴漢呼ばわりしてとっとと逃げやがって。なめやがったんだぞ俺様を。ひどい女だね、先生を騙すなんて。そうなんだよ、分かって。やっぽあ、おー、てめえは昨日の女だ。何しに来やった？何しにって、だって私このクラスの生徒だもん。どうした？嘘つくんじゃねえ。昨日は塾だ。本当だって、そういうわけで長い間休んでましたけど、これから当分出席しますんで、よろしくお願いします。ふざけんな。てめえが俺を痴漢呼ばわりしたおかげでヘルメにあったんだぞ。嘘。私が言ったのは、キャー、誰か、あの男が、の3つだけです。痴漢なんて一言も言ってないです。なんだと。あ、キングコブラだ、かわいい。何ごまかそうとしてやがる、そんな手に。
キングコブラがポニエ、キングコブラだ、猛毒の、何の騒ぎです。助けて理事長、これこれ、冬月先生、そこのハサミを。はい、どうするんですか。全身に毒が回る前に切り落とすしかないわね。ちょっと一刻の猶予もありません。皆さん、鬼塚先生を抑えて。待ってくれよ、俺はまだ一度も使っちゃいねえんだ。それなのに切るなんてあんまりだ。命とどっちが大事なんです。どっちもなくしたくねえ。ほら離れろ、離れろって言ってんだよ。おい、ちょっと鬼塚先生、手をどかしなさい。やだやだったらやだ。これは青大将だ、無毒の。キングコブラのコスプレだったんですね。なんだ、よかったですね。助かった。でも誰がこんな手の込んだいたずらを。決まってる、あの女、神崎うるるみだ。え、神崎大変だ、神崎うるみが投稿してきた。次の3年4組の授業は、あの、私ですけど。あ、何？神崎。何、菊池、久しぶりだね。お前何しに来たんだ。何って、中学生が学校に来るのは当然のことじゃない。どうせ相沢にでも頼まれたんだろう。みやびからは面白い先生がいるって聞かされただけ。本当面白そうな先生ね。少しは時間つぶしができそう。神崎、起立。礼、着席。あなたね。神崎うるみです。今まで休んでて申し訳ありませんでした。ううん、いいのよ。わからないことがあったら遠慮なく質問してね。はーい。先生方が脅かすからもっとすごい子かと思ったけど、全然普通の素直そうな子じゃない。師曰く、学びて時にこれを習う、また喜ばしからずや、友遠方より来たるあり、また楽しからずや、人知らずして恨みず、また君子ならずや。つまり孔子は学問をして適当な時に復習をし身につけることはなんと嬉しいことではないか。同じ道を志す友人が遠方から来てくれるのはなんと嬉しいことかと説いてるわけですね。それでは次の文を誰かに読んでもらいましょうか。はーい。あ、じゃあ神崎さん。はい。あ、その前にちょっと質問があるんですけど。いいわよ、何かしら。今の孔子さんの言葉を原文で言うと、つゆえしえあるしえしつぶいしょうふよぱんつゆえんファンライぶいるふれんぶちあるぶいんぶいちんつふですよね。でも孔子さんは中国最初の学者であると言ってもいい人でしょう。そんな孔子の時代を考えると、しえというのは貴族にふさわしい礼儀作法を身につけるという方が自然な解釈だと思うんです。つまり、シェアルシェシツの時は式の年中行事を指すはずで、またヨーパンツイエンファンライは。先生はこれをどう思います？うわっ、冬月ちゃん、何してんの、いきなり地上だなって。ほっといてください。生徒の質問に答えられないなんて死んだ方がマジよ。落ち着いて冷静に。いいんです、ふうつきちゃん。これが神崎のやり方なんです。あの子は可愛く言えばいたずら好きというか、とにかく、はあ、教師が授業を続けられないようにするんです。ある時は教師も答えられないような高度な質問をし、ある時は何らかの騒動を起こす。俺の何に噛みついた蛇もそれか。でも証拠はないでしょ。
それはとにかく証拠を残さずありとあらゆる手段を使って教師に嫌がらせをする。それが神崎うるみの授業テロなんです。今までもそれで自信をなくして去っていった先生もいますし。授業テロだ、敵じゃねえ。ベロだかベロだか知らねえが、そこまで分かっててほっとくことはねえ。この俺が骨の髄まで分かるように説教してやりますよ。鬼塚先生、それが任せてください。いや、あの子は特別で。先生、神崎チートいたずらが過ぎんじゃねえのか。温厚な先生にも我慢の限界があんぞ。何の話ですか。古見わかんない。わかんないじゃねえんだよ。人の股間コブラに食わそうとしたり、冬月ちゃんを流したり、ああ、そういや。てめえみてえな奴はだな、逆さ釣りにしてプールに沈めてだ。水川先生、やめて。冬月ちゃん、私のことならもういいから。私の勉強不足が悪いんだし。そんな甘いことじゃこういうガキはちっともわかんないんすよ。行く。待ちなさい。何か目がワンワン鳴くまで仕置きかまし。ほら、あ、なんすか今度は。なんてことをするんだ。黙っててください。俺は一教師としてこいつにバシッと説教を。とんでもない。彼女は特別なんだ、知らんのか。その汚い手を離したまえ。いいかね、彼女は文部省から特別待遇児として我が校が預かってるんだ。なんすかそれ。この神崎うるみくんは世界に5人といない IQ200 を超える超天才児なんだ。わかるかね。 IQ200? だから、どんな大学だろうと自由に通うことのできるお墨付きをもらっている、いわば我が学園のスターなのだ。それはもし彼女の身になんかあったら君の首だけじゃすまんのだからな。最新の注意で接するんだ。よろしくね、担任の鬼塚先生。よろしく。だからそれをやめろと言ってるんだ。これを耐えろ。3年4組担任鬼塚永吉22歳、よろしく。